で残りの検討項目についての議論を行いますが、その上で今後の検討方法についてお諮りをしたいと存じますので、まだその先があるということを申し上げます。続きまして本日の後半の議題ですが、3つございます。個別議論です。1、レートベース減価償却費及び固定資産除却費といった設備投資関連費用。2、多くの品目に横断的に関連するスマートメーター関連費用。3、残りの個別の原価であるその他経費について、議論したいと思います。まず事務局からのご説明をいただきます。資料の789でございます。お時間もあるんですけど、続けるので、まず設備投資の関連費用ですけれども、複数の項目にまたがっております。一枚言っておきますと、設備投資の概要でございますけれども、電気の場合、発電設備、非常に大規模でございますので、建設から、それから運転、それから受託まで、非常に長期間を要すると、また大規模な投資になってくることが一番でございます。で、料金上はですね、設備投資をしますと、設備投資額が、左側から非常に階段のようにこう、5カーとして積み上がってまいります。この時間、工事費自体が、上昇に入っているわけではなくて、これにつきましては、この5カーが積み上がっていくうちの、2分の1をレートベース、つまり医療報酬の中に入れたという部分でございます。他方でその運転に開始されますれば、その後その通常リースの定率もしくは定額で償却が進んでいますけれども、償却費がこれ労の費用として、入ってくるということになっています。それに加えまして、この5カーについて、これはもう2分の1ではなくて、5カーそのものですけれども、それについての事業報酬率を乗じたものが報酬として、これは資金調達コストとして報酬されております。特にその事業報酬が分かりづらいものですから、2ページの方に先ほど入社前の方でも参加のものにいただきますけれども、発電所の目的とか料金したということがありますけれども、適切な事業報酬とはということですけれども、先ほどの通り、巨大な設備を投資をして、資金を回収するためには、資金調達コストが必要であると。これが資本コストであります。2つ目の丸ですけれども、企業一般的にどうやってこの資本コストを調達するかということでありますけれども、借り入れとか社債による他人資本からの調達、それから株式発行による自己資本の調達、いずれかであります。で、銀行等の貸し手にとっては、融資の債、負債利子率、株主にとっては自己資本利益率、これは十分なものであればですね、これらの人たちがお金を提供してくれるということで、資金調達が実施できるようになるということでございます。したがいまして、電気等においては、これらの収益率に該当するような額を、適正利潤として、電気等を回収できるということなんでございます。かつて、古い時代には、実際、支払い利息、配当金額、それからその利益金額の個別の会社ごとに積み上げて、電気料金を作っていました。しかしながら、そうしますと、各社の資本構成の際でですね、例えば支払い利息を非常にたくさん払わないかのところは、その利益金が高くなってしまうとか、あるいはその、かかるものが、あるいは回収されるということで、コストで全部が乏しいと。いったとなりまして、1950年に現行の情報収集になってございます。現行の情報収集制度、これもこちらの方は、むしろ関係法はのページで、これも次回にもかかりますので、その次回、詳細に説明したいと思いますけれども、基本的には、事業報酬、この真ん中辺りに指揮がないでございますけれども、レートベースといわれる、その、真実有効の資産、必要な資産に対しまして、先ほどの、期待される報酬率、これを掛け合わせると。ということで、資金調達コストを計算しています。事業報酬率の考え方は、下の方にありますように、自己資本の報酬率と他人資本の報酬率、これは一般的に考えられる数字を、電気のリスクで判断しまして、報酬率を設定すると。これは各社一律に、電気事業としては各社一律に、このパーセンテージが決まっていくと。レートベースの資産額そのものは当然各社によって違いますけれども、報酬率としましては、電気業各社、それによりまして、それより安く、もし資金調達ができれば、メリットに、業者にとってのメリットになりますし、高くなってしまえば、出てきますということで、コスト削減の見せるか、そういう制度でございます。で、4ページでございますけれども、その、情報収集の上のレートベース、これは、電気業に必要な設備を、規定するものでございまして、重要な概念ですけれども、これは何を入れるかということにつきまして、一般電気業
英語で言ったら名前ちょっと難しいですけども、いわゆる電気予算そのものに関して、発電設備とか、送電設備とか、そういうことになっています。建設設備につきましては、どういう部分が参加する。それから核燃料、それにしましても、長期的に使っていくということで、ブローで流れていく化石燃料と違いまして、長期的に資産として、核燃料資産ということが演出されています。で、特定等ということで、長期的な投資、研究開発のための、投資、それから運転資金、そういうものが入っております。5ページに具体的な資料がありまして、後ほどの小泉さんから今回の申請における具体的な数字が出てくるようになると思います。これを見ますと、特定固定資産と国連予算は、建設中止でございまして、決定です。他方で、建設中止であることが特定としては、前回の導入会でございますと、増えています。6ページでございますけれども、核燃料資産がありますが、これは非常に高度でありまして、長期間を通して、燃料が作られ、さらにその燃えた後の再処理の燃料につきましても、加工すればまた使えるということで、6ページでありますけれども、3種類、つまりその総核燃料、電子の中に入っている燃料、加工中燃料、それから、それから、利用して再処理環境の燃料、つまり、燃えた後の、これから、さらに再利用されるという、こうしたものがちゃんとして入っております。8ページでございますけれども、電化消費者でございます。先ほどの通り、必要な資産がありますれば、その資産の焼却が、これは改定上、提示の申し立て額で焼却していきますので、それを毎年毎年の費用として、これは定率もまた定額がありまして、例えば建物であれば定額がありますとか、機械であれば定率がありますとか、それぞれ決めまして、定率であれば定額であれば、年齢に変わった額で、それぞれ費用になっています。これにしましても、下の方8ページの下の方に、機械の費用があります。おおむね下がってますけども、例えば火力でありますれば、研究設定年度もあるかと思いますけども、最後にその9ページになりますけれども、最終的には設備や受託、つまり設備廃棄で、これの費用としましては、受託不損、つまりその、最終に残った部下がなくなっていく、つまりその最終に残った部下を損として、消してしまうといった費用、それから実際に工事にかかる受託費、これが費用として織り込まれるように。今回、トルデミさんの申請に関しては、一点、これまでも十分な、これまでもその、ポジションを取り合わせしていただきますけれども、10ページ、原子発電所の扱いというのが、現時点になっています。で、ここに、東北東電さんの所有する発電所にご用意ありますけれども、島第一の1回4号機では、すでに廃止が設定されている。なので、柏木刈羽につきましては、当然、安全安心確保して、取り上げていただいているんですけれども、一定の部分ごとに稼働を確定しているということであります。この中で、福島第一の5、6号機、福島第二につきましては、稼働時期を見ているということでございます。11ページでありますけれども、原子力発電所が停止がありましても、原子力処理に加えまして、事実として、処理益が発生しております。例えば、原子力処理が今回の通りでございますけれども、それ以外に人件費、これは状態の監視をしますとか、あるいは補償金の出費をしますとか、そういった働く方の人件費、それから安定維持のための設備の修繕に関しますとか、点検修理に関する費用などを費用します。それから、当然施設ですので、その固定資産税、あるいはその過去に発生した分を回収する学生の費用、こうしたのは関係があるでございます。他方で、アメリカでありますけれども、燃料費でありますとか、稼働に応じて回収する。こうしたものは変わってこないということであります。審査要領でございますの12ページでありますが、設備につきましては、政府改革に連携していくと、収集して、では長期停止、発電設備については、原子力関係機関の緊急時の即時対応を有しているとか、各国改良法律などの将来の課題を確保を踏まえて、予防線を判断すると。あるいは、その、電力会社の同時に比較して、制度内容が低くなっている。
それから新しい施設に関する問題でありますけれども、現場処理局につきまして、これは例えば入札を行うことによりまして、まあ、合理的なルールを反映しているということも書かれていただいてございます。一番下の方でありますけれども、この立証会議の報告につきましては、基本的にはレートベースに入れるかどうかということ、それから、原価償却の営業費用とは同じ資産を保存していますので、基本的には、同じ扱いをしていただいて、まあ、どちらが必要なのであれば、原価償却は、そのものも無駄がないというふうに考えられることを見ていただいております。で、13ページ、15ページは、これまでご説明していただきます。15ページの論点でございますけれども、まず案としましては、新たに設置した施設につきましては、まあ、入札等をどのような交渉措置を行われているか、言いたいますけれども、長期停止発生設置につきまして、どういったものが、まあ、レートベースから除外されているか、されていないか、それからルールですけれども、レートベースに含まれるものとして、例えば先行投資とか、使ってないものとか、あるいは、大学福利厚生施設とか、まあ、そうしたものが入っていないということになっているかどうか。それからその加工純燃料にしましても、それにしましても、それのとおり原子力の稼働状況が低くなるということを踏まえまして、どのように考えるか。それから再処理関係で、前払いに対して日本レールに考えるようになりますけれども、これをレールベースとして考えるにどう考えるか、まあ、そういったことが論点と、レールとしてはどうかと思います。それから先ほどその原子力の、まあ、今回の原価判定期間中にこれを含まれないというものにしまして、今の増力という概念。それから東日本地方に建設中でありますけれども、まあ、現実を建設しようとしている、これについての、まあ、建設管理環境に関する資産の扱い、それから柏崎会派でありますけれども、基本的には全部それのとおり、よく申した会でございましたけれども、2号機につきましては、原価判定期間内は動かないといった問題、それからその東発電所の、まあ、原子力の理解のための被害説、これについての、まあ、ご提出の扱い。それから、まあ、これら、まあ、全てに加えますけれども、関連する消費者費、あるいはその改良等の費用、こうしたものを今回どう考えるかというのは、ご質問させていただきたいと思います。では、特定投資、これにつきましても、前回の個人数に、まあ、比較しますと、まあ、大きく増えるわけでありますけれども、まあ、個別に、まあ、どういった投資について、まあ、どう決めるかということがご質問としてあろうと思います。続きまして、資料の8、スマートメーターの関係でございます。これには何度かご覧いただきますけれども、ページ目、まず簡単にスマートメーターではないかということでございまして、いわゆるその従来の機械式メーター、これは、まあ、言うとその分析で、基礎疾患なり、何なり、まあ、測った、症状を抽出するものですが、スマートメーターは、その、電力が必要な間で、双方向に回す仕組みになりまして、まあ、例えば30分ごとに、電気の症状を測って、まあ、それをそのデータベースに伸ばすということができるものと、で需給の観点からも、まあ、非常に面白いなということでございまして、エネルギーの傾向でも、もともと2010年代の頃あたりが入る時に、原子力の増加がありましたけれども、まあ、震災後、それまでをしまして、まあ、5年以内にそういうのが増えるということを、エネルギーの環境を変えて、目標として伺っています。まあ、そのためは、2ページですけれども、例えばインターネットの消費電化といったことを、まあ、ご整理と管理に伴って、3ページでございますけれども、今回の原価にどういう形でスマートメーターの関連費用が入っているかということですが、スマートメーターそのものの費用、これにつきましては、修繕費という形で入ってまして、まあ、単価の前回の3万円ということで、ちょっと考えられているんですけれども、まあ、そうしたことも反映しまして、年間3億円の増加になっております。それからそれ以外に、先ほどのそのデータを、まあ、電力会社のサーバーなりに飛ばすというための、まあ、通信設備、あるいはシステム開発の費用、こうしたものも、まあ、年半というようなので、いく形で、まあ、いろいろずつ、さまざまな項目が上がってますけれども、流動されているということでございます。で、これにつきましては、4ページの方で、これまで専門家でも、まあ、外国のメーカーの調達費用と比べまして、まあ、その費用がどうなのかといった問題でありますとか、先ほどの通信としましても、まあ、使用を共有化していく関係で、まあ、どうなのかといったことが、5ページも工場会で自分の声、で国会議員の関係者からも、そのような、まあ、そのような取り組みをいただいているということです。6ページの検討の論点を進めているんですけれども、
まず、約3年期間、あるいはその後、スマートメーターの導入が、全体にどういう投資関連効果があるのか、どういうふうに見込んでいるのかということは、まあ、当然の投資決定であるの、まあ、判断の材料だと思います。例えば、その、検診費、人件費等の、まあ、削減効果であります。あるいはその、まあ、ピーク需要が値段に応じて、例えばピークであれば値段高くとか、ピークであれば安くとかできますので、まあ、そういったあの、まあ、設備がいらなくなる、まあ、需要がその関係としていらなくなる、そういう効果もあるかと思います。それからあのご意見ありましたように、スマートメーターの単価が、まあ、3万円とか5万円とか高いんであればそういう調整、さらにはそのシステム加盟とか、それのそのスマートメーターの費用、こういった関連費用の見込みと、それからその発注方法を含めてですね、その妥当性。さらには、当然さんからもご質問あると思いますけれども、現在、原子場所新機構で当然につきまして、使用について、提案方法を行うところがあります。で、調べましたら、それに踏まえまして、場合によっては、スケジュールなり、あるいはその、スペック、使用を確認すれば、費用として、まあ、パーケージを選べないかということでありますので、その状況を確認したいというふうに思っております。最後に、資料の注意でございます。その他費用、工事修理でございます。その他経費ということで、まさに非常に多様な項目がございまして、1ページの産業資料は、第3条に、3条に書いてます。ちょっと今、違いがするので、1ページの方の資料をご覧いただきますと、廃棄物処理費が始まりまして、消耗品費がありますとか、あるいはその自宅費がありますとか、宇宙開発費が交付制度であります、宇宙開発費の研究費。そのようなものが入っております。他方で工場収益でございますけども、これはむしろ収入の方でございまして、各層で、まあ、新電力に対して、電力車を使わせることになりまして、まあ、得た収益でありますとか、それから、まあ、まあ、言うとあります電柱に広告を向けることで、まあ、得た収入でありますとか、まあ、そうしたものを収入に入ってしまうので、それもその電気の電化からは控除をすると、サッピングということになってございます。で詳しい中身、我々の東電さんからのお答えですので、3ページ以降、これの項目の中身が書いてありますけれども、詳細は書き違います。で5ページに審査要領でございますけれども、これは実社会で大変どんな項目でありまして、そしても1、2、3、4とかありますけれども、企業開発関係費、航空費でありますけれども、もう極めて限定的なものに、電化の産品に限定すると、高電化関連といったのは、販売関係費用は求めないといったところが書かれております。寄付金につきましても、これも原則としては、高電化の産品に求めない、合理的な利用場合のみ、寄付金と公表することを前提に、産品を求める、公表にありましても、これを求めすることを書いております。団体も同様。研究につきましては、まあ、雇用する中身が確認できない場合には、展開できないといったことも規定されてございます。で、この委員会におきましても、すでに、まあ、委託費、新車費用の設定の水準についてもご存じでありますが、先ほどのその具体的な中身の支出内容がどうなっているかという詳細について、明らかにしないとは判断できないとご存じをいただいてございます。で8ページの査定方針の確認としての論点でありますけれども、これにつきましてはさまざまな項目がございます。で、まあ、基本的には他社に発給をして、まあ、各費用が多くございますので、これも入札と含めて効率化というとどのように取り込んでいるか、まあ、特にご質問ありました環境会社等を含めて、どのようにお願いするかということを確認する必要があるかと思っています。それから広告宣伝費という金額単位、これは一部入っているものもあれば、今回入っていないものもございます。これにつきましては、この妥当性について、まあ、聞いていただき、まあ、それについて、どういうふうに考えるかということを、まあ、教えていただきたいということでございます。まあ、研究費につきましても、審査費でも明確に、一定比率のものではなくて、法律に、まあ、査定の審査ができなければ、取れないと思いますので、まあ、それについて確認していくということだと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ただいま事務局から論点の提示がありましたが、まあ、毎度のことでございますけれども、委員会に閣議におかれましては、これにとらわれずに新たな論点を提示していただいて、もちろん結構でございます。それでは以上の提示につきまして、東京電力さんからご説明をお願いしたいと思います。20分程度でお願いします。はい、できました。
資料10の方でございます。まず設備投資関連費用についてですが、この中身ですね、目次等にあるように設備投資から固定資産住宅費まで4項目からなってございます。この順で最後に5番目として有者会議の提言事項関連を述べます。3項目を開けていただきたいと思います。今後必要となる設備投資額を記載しております。電源設備の投資額や投資額についてはですね、原子力発電所の津波対策とか、耐震対策、金水電源ですね、こういったものによりまして前回会計1700億円ほど増加してございます。表でいきますと下から4行目に記載でございます。これ有所設備の投資額ですが、前回会計とおおむね同一水準となってございます。この音がしまして5番目にはですね、これは使用開始となる主要な電源設備を記載しておりまして、またとおりまして7コマ目にはですね、同じく流通設備の電源を一覧にしてございます。で、8コマ目をご覧ください。これが設備投資における経営効率化のおとりについてでございます。需要抑制方策や火力電源の他社電源化、流通設備計画の見直しなどによって10カ年で9349億円の削減を見込んでおりまして、今回の料金改定にも反映してございます。12コマ目をご覧いただきましょうか。これら の新規設備を踏まえました冷凍ケースについて説明いたします。12コマ目でございます。冷凍ケースは今申し上げました会社が保有する資産のうちの新設かつ有効な資産価値を特定したものということで、電気事業に直接関係ない資産については除外してございます。今回緊急設置電源等の新規建設による増加要因はありますが、原価償却の進行に伴いまして超高価格の減少、福島第一大に不参入とした国内によりまして、レートベースは前回に比べて6825億円削減してございます。13、14は用語の説明でございますが、飛ばしまして15コマ目をご覧ください。レートベースのうちの8割弱を占める特定固定資産です。特定固定資産、これは電気事業固定資産の平均超高価格としてございますが、償却進行に伴います5価の減少から福島第一大に不参入としたことによりまして、前回に比べて1兆4915億円削減してございます。なお有識者会議の提言などを踏まえまして長期計画停止価格につきましても現在に参入してございません。結果して事業報酬330億円ほどの減少となります。続いて16項目をご覧ください。建設中の資産でございます。建設中の資産、これは供給力確保のための緊急設置電源に関わる投資とか、原子力発電所における防潮堤の津波対策、耐震対策の延長によりまして、前回に比べまして1272億円ほど増加しています。事業報酬でいきますと40億円ほどの増加となります。17コマ目、核燃料資産でございます。まず核燃料資産全体額ですが、日本原電元年への前払い金残高が減少したことなどから、前回に比べましてレートベースで1990億円、事業報酬で60億円ほど削減となる見込みでございます。18項目をご覧ください。これは核燃料資産の全体ですが、いうものもなく、破線の枠で囲った範囲の、総価以前、および総価中のいわゆるブロックエンドの核燃料資産と、点線の枠で囲ったバックエンドの核燃料資産で構成されております。で、下の19項目なんですが、特に原子炉に総価中の燃料につきましては、今回、柏崎刈羽の分のみ参入しておりまして、福島第一大の分は参入してございません。から20コマ目をご覧ください。原価算定期間中の原子燃料の資産の使途分と減少分の一覧でございます。こんな状況になってございますが、それに関連しまして21コマ目下のコマですが、ウラン製鋼については、今般の福島の事故を受けまして過剰在庫となることを避けるために契約先と交渉しまして、24年25年の引き取りの大部分を繰り延べ3年間で470億円の投資を削減しておりまして、さらなる削減、既存資産の活用についても検討してございます。また製鋼から加工までについてつけましても、複数の事業者に対して競争原理を分かった調査方法を活用してまいりました。22コマ目をご覧ください。このような価格低減への取り組みの結果としまして、黒三角で示したウラン価格、これが上昇する中にあっても、棒グラフで示しました原子燃料の調達コストを低減しまして、平成5年と比較しまして 40% 単価を引き下げてございます。23項目をご覧ください。核燃料資産の最後に、日本原電の前払い金についてご説明いたします。日本原電の行う最終事業は、巨大な設備を扱うということで、施設の建設にあたりまして多額の資金が必要でございます。
これの資金、電力会社による最終料金の支払い開始される前に、建設工事の段階で必要となりますので、出資とか金融機関からの借り入れと合わせまして、最終利益料金の前払いということを行うこととしたものでございます。前払い金の総額が4250億円でありまして、すでに支払いは完了してございます。支払った前払い金は、最処理工場のアクティブ試験開始以降、最処理料金と相殺する形で当社に返済されてきておりまして、24年からの3年間の平均残高2100億円程度に減少しております。24項目から29までは最後に説明ですので、飛ばしまして30項目をご覧ください。特定投資でございます。特定投資とは、長期投資のうちの電気事業の能力的な経営のために必要かつ有効な投資ということでございまして、22年度における日本原燃の投資風景や、ウラン鉱山プロジェクトへの出資などによりまして、前回改定に比べまして、1250億円で増加してございます。一つ飛ばしまして、32コマ目をご覧いただきたいと思います。これが次が運転資本でございます。運転資本は先ほどありましたように、定住費用で 1.5 億円というところ、火力燃料中道関係で1.5億円。というようなものになりますが、いずれも燃料火力燃料費の増加に伴いまして、前回改定に比べて600億円程度ずつ増加しております。33コマ目、これはレートベースに参入しなかった項目の内訳を整理してございます。今回の料金改定では、長期計画停止火力、福島第一来年原子力発電所、売却予定資産などについてレートベースでは、3700億円程度、事業報酬に換算しまして、110億円程度、減価算入と。以上でレートベースの説明を終了しまして、35コマ目の減価償却費をご覧いただきたいと思います。これは増加要因、建設しておりますので、増加要因ありますが、償却進行が影響しておりまして、前回会議は719億円を削減してございます。続いて、とりまして39コマ目をご覧いただけるでしょうか。これは減価算入の中身の長期計画を停止配布に、ファールというものでございます。減価償却について現在に含んでおりませんが、その内容を示してございます。影響額でいきますと、年平均10億円程度ということになります。続きまして、41コマ目をご覧ください。固定資産除却費につきまして、説明いたします。この41コマ目の表には、今回現在に織り込みました固定資産除却費の総額及び全体改定との差異を記載しております。固定資産除却費というのは、帳簿価額と処分見込み価額の差異である除却と、それから撤去解体にするのは除却費用、この2つに区分されます。除却に関する工事は、発電所のリプレース、経年劣化の進んだネットワーク設備の取り替え、これに伴い必要となりますが、競争的発注方法の導入とかで、効率化政策を反映している次第でございます。他方、下の右枠のところにありますように、緊急設置宣言の対応期間満了に伴う除却工事の発生、それからネットワーク部門の経年劣化設備の更新撤去の増加で、前回改定に加えまして190億円程度増加する見込みでございます。42コマ目には増加の主な要因であります緊急設置電源の除却物整備整備に致して、ございます。続きまして45コマ目でございますが、これは事務所会議の宣言事項の関連ということで、この項目にありますように、福島第一の合組網と福島第二の設備の減価償却費やレートベースの扱いについてでございます。早速46コマ目をご覧ください。これが上の枠内ですけれども、先ほどもただご覧いただきましたけれども、有識者会議の報告におきまして、長期停止発電設備については、緊急時の即時対応性や回路工事などの将来の稼働の確実性などを踏まえ、レートベースに参入することが適当とされ、なお、他の電力会社の設備と比較して、正当な理由なく著しい低い稼働となっている場合には、レートベースには参入すべきでないとされたところでございます。このような提言を踏まえまして、今回、原子力につきましては、真ん中の表にございますように、福島第一の五六号と福島第二の営業費、柏崎海洋電報機のレートベース及び営業費、建設中の東通りのレートベースの半額を原価に参入しております。このうち福島第一五六号機と福島第二につきましては、重要な論点でございますが、時間も限られておりますので、要点を申し上げます。福島原発につきましては、廃炉とする1から4号機は当然レートベースには参入いたしませんが、
福島第一の5、6号機と福島第二につきましては、引き続き電気事業固定資産でありまして、減価償却費を毎年計上しております。私どもとしましては、この福島第一5、6号機と福島第二の減価償却費につきまして、現在の参入をお認めいただきたいと考えている次第でございます。その理由のまず1番目は、設備の状況としては、現状復帰ができないほどの重要な損傷があるというところでは、そういう重要な損傷が認められていないということです。2番目には、法的にも基本的にさまざまな工事を行わなくてはならない状況にあると。で、3番目には、企業会計の扱いと性能を図る必要があると。これらの3つの理由を踏まえまして、私どもとしましては、減価参入の、減価償却費の減価参入は、有識者会議の提言に対しましても、正門と考える次第でございます。以上の議論につきまして、47コマ以降をご説明いたしますが、まず47コマ目と48コマ目では、福島第一5、6号機と福島第二の概要を示しています。説明は割愛させていただきます。49コマ目に、前々回の委員会でもご説明しました、福島第一第二の法的な位置づけを整理してございます。福島第一第二では、根拠条文は異なりますが、原災法及び規制法に基づきまして、安全確保のための諸対策を義務付けられて、ございます。福島第二では昨年までに緊急事態の解除が宣言され、原災法27条の事務対策で実行しまして、復旧計画に沿って確実に解決事業、本設備化を進めてございます。福島第一5、6の方は、原災法26条の緊急事態を、応急対策の適用下にあるという点で、福島第二とは異なりますが、第二同様、解説を本設備にするなど、原子炉の冷房停止位置に向けた沈殿性工業対策について、計画を策定し、実施してございます。50コマ目から54コマ目の設備の状況でございます。福島の第一、5、6号機、第二とも主要設備の損傷が認められておりますので、原子炉復帰が困難ということのダメージではございます。55コマ目と56コマ目には、今後計画している復旧改良工事に記載しております。これは六正法及び国の保持人に基づきます津波対策、耐震対策などの改良工事を3年平均で634億円計画しているということです。以上が説明の状況になります。続きまして、この企業会計上の扱いにつきまして、57コマ目で、ご説明したいと思います。福島第一5、6号と福島第二の既存設備と改良工事費に代わる減価償却、これは会計上他の電気事業固定資産と同様に計上費用に整理しておりまして、また冷房停止維持に必要な人件費、修繕費等の運転維持についても会計上計上費用に整理しております。他方、震災により被災しました設備の復旧工事に関わる費用は、平成23年度以降に復旧工事を実施する将来分も含め、震災直後の22年度決算において特別損失に一括計上済みでございます。なお、こうした会計上の扱いと今回の料金減価上の扱いは下の表の通りでございまして、正門が取れているということでございます。ちょっと言いまして、59コマ目をご覧ください。今回の福島第一の5、6号機、第2に代わる減価折り込み額を示しております。減価償却費414億4億円のほか、人件費、修繕費などの冷温停止費に関わる運営利益が486億円を取り込んでいます。一つ飛ばしまして、61コマ目をご覧ください。福島第一五六号機及び福島第二の今後の扱いにつきましては、未定とさせていただいておりますが、他方で使用設備の損傷は認めていないこと、法律上の義務に基づく安全確保のための改良工事の途上にあることを踏まえましても、低稼働であることにつきまして、正当な理由を有するのではないかと考えたいと思います。これに加えまして、工事に関わる費用は特別損失として計上済みでありまして、これは原価に参入していないことや、企業会計上の既存の誤解や改良投資額につきましては、現状すでに計上費用として整理している企業会計上の扱いを踏まえましても、原価償却費の申請限界の参入をお認めいただきたいと考えているところでございます。62コマ目には、立ち上げ対応にも、東海道の扱いについて説明していただきたいと思います。会は2号機は、今回の減価算定期中にはたまたま稼働しない過程を追い込みますが、安全で地元の皆様のご理解を大前提としつつ、復旧工事や国の指示に基づく耐震強化工事を進めておりまして、有識者会議の継続です30の要件には該当しないと考えております。また、東通り原子力発電所は、東日本大震災を受けまして工事を中断しておりますが、そもそも建設中の資産はレートベースでは2分の1のみに算定、参入する予定となっておりまして、これは建設中資産の将来の稼働の
確実性などを踏まえ、そのような扱いになっていると解釈してございます。従いまして規定通り2分の1を閲歴に算入しております。引き続きまして、スマートメーターにつきまして、ご説明させていただきたいと思います。1行目をご覧ください。最初のコロナ、スマートメーターの導入について、5年で総需要の8割をスマートメーターの確保できるようにしていますが、2つ目のコロナにありますように、導入による効果としましては、メニューの選択や見える化、それから検診コストの引き下げ等、社員の通りでございます。で3つ目のコロナ、スケジュールについては、平成26年度より、メーターの法定取り替えのタイミングに合わせまして、本格的な導入を開始しまして、35年までに全戸対象に2700万台の廃棄を実現いたします。4つ目の黒丸、現在使用の最適化、新規参入の中長期のコスト削減を追求するために、景気部分、通信部分、メータリングシステム全体の考えについて、幅広く意見交付、RFC をいたしました。今後意見を踏まえまして、使用を見直していく予定でございます。続いて3コマ目をご覧ください。ワンネットワークというか、スマートメーターのネットワークコストについては、右上のところと右下に近いように、配電自動化とネットワークを共有することで、将来的なスマートグリッド実現に向けた効率的な設備形成の実現を目指すことになりますが、今回の減価範囲は、スマートメーター導入に関わる経費、通信設備開発、システム開発に関わる費用と投資部分に限定して取り組みをしていただきます。4コマ目をご覧ください。これは、導入に関わる投資費用でございますが、平成24年度からの10カ年の総合取り組み計画におきましては、2962億円の費用と841億円の投資を計上してございます。費用の中では、スマートメーター設置に代わる修繕費が2057億円と約7割を占めてございます。続いて、下の5コマ目をご覧ください。費用対効果についてご説明いたします。この棒グラフと折れ線グラフの年度展開表をご覧ください。スマートメーター展開開始当初は、費用が効果を上回るものの、展開進捗とともに、検診業務、出向作業削減等の合理化効果、並びにデマンドレスポンス等による設備投資抑制効果が増加してまいります。続いて6コマ目の費用対効果の内訳の方について、ご説明いたします。スマートメーターの費用としましては、工費、検定費、他を含む、スマートメーター単価と、それから従来型景気単価との差、および新型景気については、アンペアブレーカー機能を有した代替しておりますので、その削減効果により算出してございます。通信設備の費用としては、通信ネットワークの構築、補修費用、および携帯電話費用などを計上してございます。システム開発の技術費用としては、システム開発の委託およびシステム設備保守に代わる費用と、補修作業用端末の費用を計上してございます。一方、効果の内訳としては、大きく合理化効果とデマンドレスポンス効果に分類できます。合理化効果の内訳については、従来の電子式景気が新型景気に置き換わることにより、景気費用を抑制できますので、その効果として25億円、検診関連費用として194億円、検診ハリーターミナルなどの機器等、36億円、合計257億円の効果を見込んでおります。デマンドレスポンス効果としては、こちらは平成33年度時点を想定していますが、高圧で31万キロ、低圧で60万キロとの事業抑制効果を見込んでおります。7番目をご覧ください。これ、費用の内訳を示しておりますが、従来型経費、これ機械式電子式ですが、からの増分費用として、修繕費で年平均130億円を見込んでおります。また修繕費以外では通信設備の投資がある減価償却費などなど年平均87億円を減価に織り込んでおります。続いて鳥道9コマ目をご覧ください。スマートメーターの骨断施策についてご説明いたします。スマートメーターの単価低減保存については海外のスマートメーターの価格から電子式価格定義の購入実績から本格展開年度の15年年度であります。平成30年には通信ユニットを含む約1万円を達成することを目標ということといたしました。この目標達成に向け、現在実施している RFC による使用の見直し、海外も含めた参入サプライヤーの拡大、また複数年契約の発注方法の工夫などを実施してまいります。減価算定期間の平成24年から26年では、平均16億円程度の削減を織り込んでおります。10コマ目、11コマ目はメーター元の購入実績と単価の実績をまとめてございます。スマートメーターのこの原価に織り込んだ額の算定根拠と同じということで記載しております。で、12コマ目をご覧いただきましょうか。通信関係の方でございますが、
通信関係の粗末メーターの通信に求められる要件についてです。粗末メーターに求められる遠隔自動検診から、遠隔開閉、計測データの収集発信等の機能を実現するために、まあ、表の中央にありますような、まあ、品質セキュリティなどの各要件が求められる。記載の通りでございます。また現在実施している RFC の中で、お寄せいただいたご意見をもとに検討してまいります。13項目をご覧ください。これは当社が検討してきたスマートメーター通信ネットワークシステムの構成についてでございますが、中央のイメージのようになります。右側の各ご家庭に設置したスマートメーターで計測されたデータが電柱上の集約装置で数百件程度の情報を集約しまして、これが収集したデータで、ここで収集したデータが主に配電用変電所に設置する機械伝送装置と既存の車内通信網を受けてサーバーまで伝送します。スマートメーター関連通信設備は投資となりますが、20年度から33年までの10年合計では約680億円になります。以上がスマートメーターでございます。最後に熊田経費というところでございます。11号12でございます。1個目をご覧ください。全体額の一覧を示すことであります。先ほどここから説明があったところですが、表には総合特別の検討に掲げた合理化策を反映してございまして、加えて広告宣伝費、寄付金、団体費などの軽減など項目につきまして、原価からカットなど個別に反映してございます。特殊要因のところの B といたしまして、現状損害賠償に代わる一般負担金、賠償対応費用、安定化維持費用、緊急的電源などの要素がありまして、トータルでは増加となっておりますが、その特殊要因を除きますと、右の表の債務の前回改定に比べて600億円程度の減少となってございます。2コマ目と3コマ目をご覧ください。これは諸経費に含まれる各費用の概要を示してございます。有識者会報告で提言がありました項目としては、いわゆる広告宣伝となる普及開発費とか、電柱券への分担金が含まれる研究費、寄付金団体費が含まれる諸費が該当しますが、原価として認めることが適当でないと、最低賞については除いた上で必要な費用のみ、保険原価の対象としても、後ほど個別にご説明いたします。4コマ目をご覧ください。各費用の算定方法について記載してございます。体操を、懸命を積み上げて想定してございます。ただし、例えば電柱等の設置に要する土地の使用料など、これは積み上げによる合理的な予測が困難な費用となりまして、このように一部一括分として過去の実績などに基づきまして想定してございます。今回の申請にあたっては、個別査定の対象となる懸命分の範囲を拡大してございます。こちらの5個目ですが、まず広告宣伝費である普及開発関連費ですが、メディア等におけるイメージ広告とか、PR 化などにおける販売促進活動およびオール電化関係の関連の広告宣伝費等については、今回現在参入しておりません。なお、福島第一原子力発電所作業状況報告とか、節電省エネ推進に関するパンフレット作成、公的な目的から行う情報提供につきましては、優先度の高い費用であるということで、料金減額に参入しております。次の項目で、6コマ目をご覧いただきましょうか。次の項目は、寄付金でございますが、これは今回で原価に、参入してございます。また、事業団体につきましてですが、これ有識者会議で合理的な理由がある場合には支出内容を公表することを条件に原価算入を認めることが適当と定義されておりまして、会議事務調査会理事会の4団体については今回原価に算入してございます。なお交代人については従来同様原価算入としてございます。7コマ目をご覧いただき、今の下団体につきまして今回原価の対象と取り込んだ団体の概要を記載してございます。年間負担額2億円ということで、海外電力調査会以下、原価参入の理由と額が今、お伝えしたいところでございますが、各事業団体への拠出金の使途の内訳につきましては、事業計画書、事業報告書及び決算資料などにより、事業内容に必要な支出を行っているか、定義に確認しているところでございます。1コマ目をご覧ください。研究費につきまして、これは当社にて実施する自社研究費用と研究機関への分担金が含まれることになりますが、分担金につきましては、販売電力収入に対し一定の比率で決まる負担金額をそのまま要件原価に参入するということは行わず、自社研究と同様、研究内容精査の上、研究員の健全な運営に必要となる研究に関わる費用に絞り込んだ上で、原価に参入してございます。中項目をご覧いただきますと、電柱券の分担金についてです。一件一件の研究を精査した上で、料金
経営全般に関わる調査研究などを原価からカットし、時給運用や経年劣化対策などの供給信頼度向上に資するものとか、設備技術高度化などのコスト削減に資するもの、CO2 削減対策などの環境改善に資するものなど、テーマを厳選して、原価に参入してございます。10分目には、ネズミ教研究所の概要とか管理の配分について伺っております。なお、ご指摘になりました社会経済研究所の研究のうち、環境性とエネルギーセキュリティを考慮した最適電源構成の分析、電力の安定供給を確保するための 3D 調和のシナリオを政策上で分析、電気事業のエネルギー技術導入や開発にするためのエネルギー技術的評価など、電気事業をエネルギーシステムと捉えた技術的研究を中心に原価に参入してございます。11個目をご覧ください。その他経費全体としての小売価格の範囲につきまして、競争的発注方法を導入したと想定されるレベルまでのコスト削減や、関係会社のコスト構造改革まで2まで組み込んだ小売価など、特別の事務結果に掲げました小売価格を反映してございます。12個目以降は、今回新たに条件原価の項目となりました、先ほど話題になりました、認証損害賠償支援と一般負担金をはじめとしまして、金額の大きいものについて、前回との採用員を記載してございます。そのうち13コマ目の消耗品のところですが、下の表の中の上から3行目に図書品がございます。必要不可欠なもののみ購入するという考え方で、震災以前の半分程度の水準を申請原価に取り込んでございます。14コマ目は新車分業でございます。新規物件および契約公開物件の新車事業の決定にあたりまして、外部媒体を使った市場調査等を行いまして、陳情評価を行った上で、地権者と建物の所有者と、陳情水準の市場陳情を下回るよう交渉を経て契約してございまして、当社の新車事業市場並みあるいは下回る水準であると考えております。自宅につきましては、随意契約であったとしましても、仮に競争的発注方法を導入したと仮定して、その場合に想定されるコスト削減額をあらかじめ反映してございます。以下の説明は以上でございます。どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問ご忘れになる方、どうぞお願いいたします。伺いたいことがありますんですが、福島第一の5号機の工期と、それから福島第二については、自主的に冷蔵ですからカットされたというふうに今表記されているんですが、これは頭の整理の問題でございますが、東電さんとしては法律に定めるところの冷凍ベースに含まれると認識しておられるんだが、あえて外されたというお考えであるのか、それともそもそも冷凍ベースに含まれないというご認識であるのか、その気づけでございましょうか。本来というのは、この卸元入金につきましては、事業報酬、原価償却と同様に、本来は原価に参入すべきものと考えてございますが、全額お願いしたところではあるんですけれども、今回、原価から公表しましたが、今後10年間の扱いが受け入れであるということが、繰り返して、事業報酬は本来、借金の利得などの、その資本コストということだと思いますが、設備や事業に対するその利益というようなですね、そういうご理解が一般に広まっているかなというようなところがあって、そうしますと、この設備の利益を現在に参上しているというのが、通常の誤解も招きかねないこともあるかなと。それと私どもが、今後の努力分としまして、自主的に考慮することが、皆様のご理解をいただくには好ましいと考えたというようなことで、こういったいくつかの理由などから、そういう扱いにさせていただいたと。はい、ありがとうございました。本来はレートベースに含んでおかしくはないというご認識は終わりだったというふうに理解しているところであります。これは、それこそですけど、レートベースに含まれる、広く言えば原価に含まれるというふうに認識すべきものについて、事業者の側で、いわば裁量的にカットするっていうことは、そもそも法律上、許されているんだろうかなって私ちょっと実は疑問があるんです。いや、つまり一つの法律の一つの解釈としては、
原価として認識している以上は、それはお客さんたちが認めるかどうかですもんですよ。事業者において、申請者において、その費用であると認識しているものは必ず計上する義務があるというふうに解釈するのは、一つの解釈ではないかなと前から思ったんですが、それは私がそうなんとなく思ったんです。それが感じどうぞ、はい、松村さん、どうぞ。その次、長田。ああ、そうですか。じゃあ、長田委員からどうぞ、失礼しました。それで私もですね、今の安全に、先生が説明してもらったら、1F のですね、14、それから、それから 2F のですね、ここの、データ、完成についてですね、若干の整理を私の中で若干の整理をしていただいて、ちょっと若干の方がございますので、ぜひお願いします。確認させていただいて、ぜひお願いします。一つ、このご説明の中でですね、企業関係との整合性というですね、ご説明ありましたけども、若干ですね、これは前回も私コメントさせていただきましたけども、あくまでも月下制や料金変化に入れるか入れないかというのは、法律的な経営のもとにおいて規制の月下かどうかという判断でございまして、研修費用だから月下料金変化に入れるという関係ではないというふうに理解しております。そこが第一点です。その上でですね、それではじゃあ 1F のですね、1から4、および、2F のですね、まず原価制、料金原価に入れるかどうかの判断について、2ステップで私はちょっと考えてまして、プラス他電力のですね、未稼働の原子力施設との整合性と、そこをですね、3つのポイントですね、確認させていただきたいんですけども、のですね、まず原価制の判定でございますけども、基本的には 1F の1から4については逆損でですね、起こされたということで、これについては最初から原価制がないというですね、ご判断だと思いますので、これは妥当な判断であろうというふうに私自身も捉えております。それから 1F のですね、5、6、それから 2F についてですけども、若干私自身も現地の状況がわからないので、この資料を見る限りにおいては、5、6についてはですね、あくまでも定期点検中であったと。5、6でしょ。5、6は、はい、そうですよね、はい、それで 2F については稼働はしてたけども、例年と1週間に、なったということで、5、6、2F については取り組みでは例年停止状態で、今後改良工事等若干加えるのかどうかちょっと私も詳細に分かりませんけども、基本的には稼働できるような状況でもあると。ただ当然ですね、ストレステスト等、それから、地元の理解等が、ね、ないと稼働はできないという、状況であるけれども、設置の状況としては、ある意味では、1F の414と、5、6、2F は全く違う状況であるというふうに思います。それで一つはですね、もう一つのポイントとして、要は原価に入れるかどうかについては、正当な理由なくですね、著しく、低い稼働率であるかどうかというところでございますけれども、そこのですね、ポイントについて、一つはその、正当な理由があるかないかというところでございますけれども、それはですね、やはり、1F の1から4については、当然ですね、これは設備がある意味では停止状態でございますし、それから取締役会決議でですね、いわゆる廃棄処理についてですね、決議されたということで、全くこれは稼働状況になって、であると、稼働できない状況だと。それから、1F の5、6、2F については、ある意味では先ほど、レオン停止状態で、今後ですね、稼働できるような状況を保持しているという状況ではないかと思いまして、その意味においては、一つはその、著しく正当な理由ないわけではないと、一定の正当なのかどうかは分かりませんけど、理由はあると。で、そういう状態でですね、1F の5、6と 2F は維持されているということであるかと考えています。したがいまして、ある意味ではですね、この要1F の14と5、6と 2F については、取り扱いは違うんだろうというふうに考えています。だって、その、著
厳しく、低い稼働率についての理由についてはですね、一定の、まあ理由が、まあ、ご指摘のであると。それから、もう一つですね、重要なポイント、ここはちょっと私も本料金の審議会と他電力のですね、料金の審議とはまた別のものと理解しておりますけれども、しかしながら、いわゆる、著しくですね、稼働率が低い、まあ、原子力設備というのは他電力にも、まあ、現存していると、まあ、それとのこう、バランスをどう取るのかということでございます。で、一つはやはり他電力の原子力設備と施設と、ニエフ、例えばニエフだったら、まあ、基本的には多分同じ状態の状況でした。ただし、何が違うかと申しますと、要は一つは東電の、原子力設備だった、ニエフ、JF の頃、それから福島県におけるです、ね、原子力設備、このまあ2つがです、ね、あるからこそです、ね、まあ、1つは視聴者の、立場としてはです、ね、なかなかそれを料金原価にです、ね、いうことについて感情的に、もしくは、そこ の, です、ね、まあ、ある意味納得性がまだまだ得られないと、まあ、いう状況じゃないかと思います。まあ、ここをです、ね、まあ、どういうふうに理解をしてです、ね、まあ、料金原価に関して考えるということがです、ね、まあ、非常に重要なポイントじゃないかと。まあ、そういう意味で言うと、まあ、両者においては基本的には同じような状況であった場合はですね、例えばその他電力においてですね、料金原価の減価償却の中に人が入らないとなると、まあ、そことのこうバランスが非常に難しくなってくるので、これは切り離してですね、議論はできなくなってしまうということが、まあ、もう一つのポイントじゃないかと思っています。それとですね、例えばその事業者側なのか、まあ、経済の立場から言うと、まあ、今回、もそうでしょうけども、供給計画等を前提としたですね、設備投資というのが、まあ、一つあるわけでありまして、まあ、今回の、まあ、すでに設備投資された分、まあ、当然原子力についてもそうでしょうけども、設備投資されたのは以前の供給計画等に基づいてですね、まあ、投資の意思決定をされたと、事業者として。まあ、従いまして、その意思決定をして投資したものが、まあ、回収できないということについてですね、まあ、どう考えるかと、まあ、これは端的に言うと、要はその投資の回収に対してですね、判断が非常に、まあ、もしくはリスクが大きくなることによってですね、投資の積極的な投資ができない、もしくは自動、安定維持するためのですね、まあ、事業者との責任を果たせるかどうか、まあ、ここもですね、まあ、判断のポイントになるかと。でまあ、最終的にはですね、そこをですね、どういう影響があるかも含めて、まあ、判断をしなくちゃいけないし、それから資金を調達、資金をですね、出してる側の立場ですね、要はそういったリスクがあるけども、まあ、逆に言うと、先ほど安寧委員長からもありましたけども、私はやはり資本コストっていうのはそういうものであって、リスクがあるけども、資本家としてはリスクのリターンがあるから、だからレートベースの前提のあるですね、ものがあるから投資、出資をするわけであって、それがないものについてですね、投資はできないと思ってまして、やはりそのレートベースと、それからまあ営業費である減価償却の費はですね、一貫した取り扱いをしないとですね、非常に制度の安定とですね、料金原価の基礎がですね、不安定になると、ある意味では投資家の立場も含めてですね、まあ、今回の問題にかかわらずですね、非常に長期的なレンジでですね、考えていくべきだというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ松本さん、他にもあったんですけど、今この問題が、この問題だけにさせていただきます。はい、まず第一に、私はもともとなぜこうなるのかってよく理解できていなくて、今日のご説明を聞いてよく分かりました。何が言いたいのかというと、福島第一の5、6 と、福島第二で、レートベースには言えないけれど、減価償却費が入るっていうのは、一体どういう理屈なんだろうかっていうのがよく分かっていませんでした。でよく分かっていなくて、今日のご説明を聞いて、ようやく分かったとか、本来はレートベースにも入れるべきだという考えに基
基づいて、しかしまあ誤解を避けるために自主的にはカットするんだけれど、本来は入れるべきである。で、したがって、本来は入れるべきだと考えているから当然減価償却費は入る、そういう整理だったのかということがようやく分かりました。で、これレートベースに入っていないということだったので、このレートベースの議論はないのかなと思ってたんですが、そういう整理ならこれはレートベースに入れられるべきかどうかっていうのはちゃんと議論しなければいけない。実際にはここの料金の中に入ってないんだからいいじゃないかと、実害ないからいいじゃないかっていうふうにいい加減に済ましてはいけない。これは本来的にレートベースに入るべきものなのか、べきものでないのかということをちゃんと議論し、で、まあ、自主的にカットするということはいいと思うんですけれど、で、その整理だとすれば、これは自主的にカットしているというのではなく、本来的に入れられるべきものではないという結論になれば、減価償却のところもまあ自然に入らないということになるという、まあ、そういう整理、したがってここの点は重要だと思います。その点で永田委員がおっしゃった本来一体じゃないかというのは、実に最も大事だと思います。ただ私自身はそもそもこれレートベースに入るのおかしいと思っていたので、私は不思議に思っていたのは、なぜ減価償却のが入るんだろうと不思議に思っていたということなので、もしそういう整理だとすれば、今後ちゃんと議論するということですが、減価償却も入らないって考える方がはるかに自然なのではないかと考えています。で、これ他の電力会社の資産と、関連ということをご指摘になったんですが、私これに関しては柏崎刈羽の方ならまだ理解できます。どういうことなのかというと、減価算定期間に全ての木が動くかどうかってこういうことを考えて、減価算定期間には間に合わないってあるんだけれど、これはレートベースに入れるんですか、減価償却に入れるんですかってこういうような類のものは、かなり性格が他の電力会社の原子力発電所に近いというような気がして、ここは整合性を取っていかなければいけないというのは分かりますが、福島第一の5、6号機や、福島第二がそういう他の電力会社の原発を横並びで議論できるような性質のものなのかどうかということ自体も議論の対象になると思います。これは現在柏崎刈羽でこういう稼働ですというのはあくまでも見込みであって、地元の理解が得られなければ稼働できないということは当然あり得るわけでして、そういう意味では確実性は抱えてはいるんですけれど、他の電力会社の原子力発電所との組合で動く可能性はあるのだということを、主張するのであれば、まあ、それは一応納得はするんですけれど、福島第一の5、6が3年どころではなく、その5年後、6年後、10年後に動くって考えること自体が本当にリーズナブルなのか、もう確率1でないと断言はできないっていうレベルの話なら、議論すればもう延々となってしまうと思うんですが、私リーズナブルに考えても減価期間3年どころではなくて、もう3年取ったって動く可能性はほとんどないと思っていまして、でそういうものと他のものをやっぱり一緒にするっていうのはおかしいのではないかで、やはりこれは、減価算定期間に極端に不可能な、資産というふうに考えるのが極めて自然なのではないかと思います。だから正当な自由を、ここで書かれているような、あるいは、何か言われたような理由でこれを正当な自由と認めてしまうと、正当な自由のない不可能資産って私にはもうほとんど何一つ思い浮かびません。今の理屈を正当な自由って言ってもいいのかっていうこと自体も、論点になると思います。以上です。ありがとうございました。どうぞ山下さん。
効率が悪くて、だんだんと他と比べて相対的に不利になりました。それで稼働してる手術をやめました。まあ、ある意味の経営判断ということなので、はい、それに対してまあ、これ、外科集客も終わってなくてもね、資産として価値があるとしても、まあ、この理由のように、ある意味では長期的に不動だというような判断だと思うんですけど、あるいはそういうふうになったということだと思うんですけど、今回のこのケースについて見ると、まあ、これ、見方ですけれども、事故でそういうふうになりましたということですね。それで、そのさっき長田先生もおっしゃった最後の意思決定して、これ使うということで資金調達をして、それで資金を集めて、その資金に対するその、まあ、資本コストを払う形で、まあ、存在しているわけですよね。そうすると、やっぱりその点も見せられないと思うんですよ。もともと経営判断でやるんじゃないので、そこのところはどういうふうに見るかということは、ここですべきだと思うんですね。で、そうすると、その長期的に不動だっていう考え方について対して、若干のその、まあ、観点の違いが出てくるんじゃないかと。もしもそういうふうに見るんだとすると、ある意味ではこれをレッドベースに入れて、その集計をかけるというのが一つの理想なんだろうと思います。ありがとうございます。どっちみちホットイシューになるだろうと思っておりましたので、全ての方のご意見を受けたら、八田先生か秋井、どちらか、じゃあ、まず秋井。私もですね、他の先生方と同様に入れるのであれば、両方入れるというのが筋だというふうに思います。まあ、結果的に事業者さんとしてそれを外すかどうかというのはですね、もちろんご判断はあろうかと思いますけれども、大野精神としては、そういったものだというふうに考えております。それから、両方入れる、両方入れないという場合でですね、この 1F の5、6、それから福島の 2F について、2F について入れるかどうかということについては、私はこの、先ほどご説明いただきました有識者会議のですね、報告の、中身を見ますと、まず改良工事中など、まだやっぱり手を加えて今後動く可能性を、念頭に置いた作業が行われているということ、それから、まあ、将来の稼働の可能性というのはですね、全くないわけではないということ、あるいはですね、火力発電所を、まあ、今、まあ、フルに焚いて電力をなんとか融通して使っているわけですけれども、まあ、不足する事態というのもですね、気候の変動でありましたりとか、あるいは、電源がまあ脱落してしまうというようなことで、考えられないことがないとなったときに、緊急時に、まあ、即時対応性はないんですけれども、対応していかなければならない可能性があるということを考えると、これは入れてもいいのではないかというふうに考えております。はい、ありがとうございます。赤先生から何か一言ありませんか。いい点ですけども、まあ、そうですね、これ稼働する可能性が全くないのか、あるのか、でも、その例えば、日本が何かの、まあ、例えば戦争に入っちゃって、他のところ全部使わなくなった時に、もうこの最後の状態としてこれを使うのかと。まあそんなような可能性ならばないこともないかもしれないと思うんですが、一般的にまずその、レッドベースと、それからさっきの消費のところをコンシステントに扱うべきだと思うのはもう当然です。それから、もう一つは、ここだけじゃなくて全般的ですけども、一番最初に申し上げましたように、比較すべきは、ですが、能率的に、なけのことでなされている現場かどうかということの比較の基準というのは、競争的な状況を仮定して、その時の費用と見合うかどうかということだろうと思います。したがって、まあ例えば修理なんかしている、事故のために修理しているような費用というのは、やっぱ入らないんだろうと思います。損失の損失の方に入るんだろうと思います。それで、したがってまあ、焼却自体はそういう性質の問題じゃないと思いますが、
事故によって起きたものっても全部別にしていいんだろうと思います。それから、最後にその、投資家のことを考えてというんですが、これもし仮にですよ、政治的な理由によってこういう状況になったらもう使えない、そして夏目先生がおっしゃるように実際問題として使えないだろうと、少なくともこれについてはダメだということになったらば、投資家は当然そこを考えておくべきだった。こういう事故を起きないような監視をすべて、それを今回はまあ見れば見るほど手抜かりだらけだったわけですから、投資家は全くやってなかった。そうすると、ここで投資家に著しく不利な、責任を取ってもらうという、料金の改定の仕方をするということは、他電力において同じようなことが繰り返されない、非常に投資家がきちんとしてガバナンスをやるということを促すと思います。ところが、それをなしにしたら、また繰り返されていく可能性が高くなってしまう。ありがとうございました。今日はこれぐらいにしましょう。使ってやった。ああ、どうぞどうぞ。はいはい。資料10の、47個目で、今、いろいろご説明を伺うと、福島第一の五六と福島第一に関しては、10年間は見通しが立たないっていう。ちょっとこの間政権がいろいろ捉え方を変えてはいますが、ひとまず40年で廃炉にするっていうのを過去言われてますよね。そうすると福島第一はすでに32年31年震災時点になってるわけですから、10年間動かないとなれば当然40年を越すっていうことはもう今の時点でももう廃炉の方向性になるんじゃないかというふうに捉えます。で、福島第二に関してもそれに近いものが、初来政権の方が40年じゃない、もうちょっと動かして、すでに一部動かそうとしていますが、そういう傾向にあるならまた変わるかもしれませんが、もうほとんど稼働の可能性がないものに対して改めてどう判断するかということは考えていただきたいなと思います。結局そこなんでしょうね。その稼働するプロバビリティとか蓋然性があるのかどうかって、田中先生もおっしゃったように、また確かに少なくとも 2F については壊れちゃったんじゃないんだけど、じゃあ玄海や浜岡と同じですかと、あるいは泊まりと同じですかって、それはやっぱり違って福島にあるでしょうね。結論は出ませんでした。いいです、それで別に。今日は申し訳ないですが、私もすっかりこうなんとかもう疲れましたので、また次回以降やりましょう。本来今日でですね、個別見解については一通りおさらいしましたということになったんですが、まだこれも片付いてないし、スマメもあるし、その他処理もあるしで、またもう一回ぐらいは、なんかやりましょう。そこでですね、今後の進め方なんですが、全体の会合でもう一回ぐらいはやらなきゃいけないと思うんですけども、ですね、個別の見解についてはさらに一層深掘りをしなければなりませんので、これはご相談ですが、例えば私ども委員が2人1組といった形で、この組はこのペアはこの日目、このペアはこの日目といったように分担して、先ほどご議論にありました契約書の原本を含めて、できるだけ生のデータに直接当たって検討してはどうかという気がいたします。そうしませんといつまでもご議論がですね、推測のままでこうぐるぐると回ってしまって、収束いたしません。そうしたらどうかと思っております。その上でそれぞれが検討した結果を本委員会に持ち寄り、委員会としての査定方針を作成していく。その際に生のデータについても先ほど申し上げた非公開の事例にあたるものを除いて極力公表する方向で検討するという形でお願いをできないかというふうに思っております。どの原価項目を分担するかについては委員の専門分野を踏まえ、後ほど私の方で案を作って皆様にお伝えしたいと思いますが、私は別に専門分野がありませんの で, です、ね、私だけは逃れてもいいんじゃないかなという気はしないではないですが、しかしそうも言えないから、何かはやる。で、日程につきましては、これは前回も私は断言をさせていただきましたが、いつまでに検討を終わらせてくださいとは誰からも言われておりません。言われてないけど、言われても聞く気はありませんので、いずれにせよその言われておりません。必要だけ詳細な審査をお願いし、ある程度審査に目処がついたものから
本委員会で議論したいと思いますので、以上のような進め方、つまりペアを作って各種目を分担していただくというやり方でよろしゅうございましょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではもう後ほど早速分担を配らせてよろしくお願いします。また先ほど冒頭に申し上げたところですが、各委員に詳細な検討を行っていただくのと並行いたしまして、地方も含む消費者団体から直接本委員会で意見を聞く場を設けたいと思います。現時点で委員からいただいている日程を拝見いたしますと、来週の20日、再来週28日が皆様のご都合が良さそうですが、来週20日は事業報酬率や、今回の残りゲートメイクの議論をするということにいたしまして、再来週の28日は消費者団体からのご意見を聞く会としたいと思います。消費者団体につきましては事務局から公募も行いますが、矢野両事務局長、それから消費者庁の長谷川さんにも消費者団体へのお声掛けで、について誠にお手数でございますがご協力をいただければと存じます。それでは最後に事務局から事務連絡をお願いいたします。はい、今雨ですが、6月20日に今日の残りと、それから事業報酬を説明それから第7回になりますけれども、その時は28日、詳細の時間等につきましては、それから冒頭ありました、国民の声でございましたけれども、一旦6月9日で締め切って1500件というところでありますけれども、今回、ということで、消費者団体からご意見を聞く場を設けたということを合わせまして、国民の声についても、本日から再開したいと思います。今のは28日に消費者団体からの協力は終了ですね。その29日、毎週金曜日ですので、29日まで、ご指導いただきたいと思います。これも詳細につきましては、ホームページでご案内いたします。ではどうも皆さん、長時間、本当にありがとうございました。また次回以降もよろしくお願いします。